公暦1677年12月17日19時30分です。本当はね、もう少し取っとくつもりだったんだけど、これ今サラミ食べちゃったでしょ？サラミ。日本酒飲みたいっつってさ、ほんと取っとくはずだったんだけど、この前言った脱菜、飲んじゃいますもん。もう少し取っときたかったんだけどな。いただきました。ありがとうございます。脱菜純米吟醸、宮城3割区分。精米倍 39%。原材料名、米国産、米麹国産米、アルコール度数、16度。これの、まあ、飲んだことあるんだけど、俺ね、純米大吟醸の50と、この3割区分と、あと、2割何部だっけね、ちょっと、ホームページ見ればわかるんだけど、ちょっとこれ飲もう、とりあえず。じゃあ、いただきます。ちょっと、こんくらい。とりあえず。いただきます。うまい。フルーティー。うまい。もう少しね、冷やしたいんで、冷凍庫入れます。ちょっとこれ。サラミ加えた。美味しいね。つまみとこう。日本酒最高だな、これ。美味しいつまみとこの日本酒はこれ最高。飲むつもりなかったけど飲んじゃったよ。サラミ食っちゃったから。サラミ食ったのは筋トレしたから、タンパク質補給しようと思って、こういうね、あるんだね、こういうつながりが。もう食うつもりなかったんだけど、食うつもりなかったし飲むつもりなかったのに。あとね、2、3日取っときたかったんだけどな。脱菜の、ちょっとブラウザが調子悪いんで一時停止します。ちょっとパソコンの調子悪いんで、スマホで見ましたけど、脱菜飲んだことあるのがこのスパークリング、この脱菜のスパークリングと、スパークリングの50、脱菜純米大吟醸のスパークリング50、この3割区分のスパークリング飲んだことないですね、これで、脱菜純米大吟醸50がこの前飲んだやつ。今日飲んだやつ、今飲んでるのが、脱菜純米大吟醸、磨き3割区分。これ3割区分っていうのは、だから 39% まで、米磨いたっていうやつなんで、普通大吟醸っていうのは、50まで磨けばいいのを、39% まで磨いたという。で、脱菜純米大吟醸磨き2割3分。これ 23% という極限まで磨いたっていう、脱菜なんですけど、これも飲んだことあります。これ以上が飲んだことないですね、この。なんか脱菜3割区分、遠心分離。脱菜2割3分、遠心分離。それも飲んだことないですね。これ遠心分離飲んだことないですね。で、脱菜磨きその先へっていう、その先へっていうのがある。で、それも飲んだことないですね。もう、その先へと遠心分離以外と、スパークリング、脱菜。まあ、もちろんめんどくさいから、脱菜、遠心分離とその先へ以外は飲んだことありますね。この磨き3割区分も、スパークリングも飲んだことはないですけど。な、2割3分とかも、でも、すごく美味しいのに、その先へとか遠心分離ってどんだけ美味しいんだって話ですけど、で、この3割区分でもすごい美味しいんです。うまい。いいね、ほんとね、こう。美味しいおつまみとお酒で。ということで、脱菜、
脱菜磨き、3割9分でした。ちょっと今、冷凍庫に冷やしてるんで、ちょっと今、現物も今ないんですけど、美味しかったです。美味しかったです。まだ飲んでない。ちょっと、すぐ飲んじゃうから。これ180で648円のやつですね。ちょっと高いですけど。はい。ということで以上、美味しかったです。すごくフルーティーで。はい。日本酒ね、飲めない人でもね、これ脱菜だったらね、グビっていっちゃうと思います。ということで、以上、後藤輝樹でした。失礼いたします。